アルベール・カミュは、フランスの小説家、劇作家、哲学者。フランス領アルジェリア出身。第二次世界大戦中に刊行された、小説、違法人、エッセイ、シー・シュポスの神話などで、不条理の哲学を打ち出して注目され、戦後は、レジスタンスにおける戦闘的なジャーナリストとして、活躍した。また、カリギュラ、誤解などを上演し、劇作家としても活動した。 戦後に発表した小説ペストはベストセラーとなりエッセイ反抗的人間において左翼全体主義を批判し反響を呼んだ小説転落発表の翌年1957年史上2番目の若さでノーベル文学賞を受賞した1960年交通事故により休止し未完に残された小説 最初の人間が1994年に刊行された。カミュの著作は、不条理という概念によって特徴を付けられている。カミュの言う、不条理とは、明晰な理性を保ったまま世界に対峙するときに、現れる不合理性のことであり、そのような不条理な運命を目を背けず、見つめ続ける態度が、犯行と呼ばれる。そして人間性を脅かす者に対する犯行の態度が、 人々の間で連帯を生むとされる。カミューの文学的栄意は、病気、死、災禍、殺人、テロ、戦争、全体主義など、人間を襲う、不条理な暴力との戦いだった。それに対して、彼は一貫して、キリスト教や左翼革命思想のような上位神級を拒否し、超越的価値に依存することなく、人間の地平に留まって、生の意味を探し求めた。彼は、 父としての神も、その代理人としての歴史も拒否した。神は何よりも時代の妥協しない証言者であった。彼は絶えずあらゆるイデオロギーと戦い、実存主義、マルクス主義と対立した。ソビエト全体主義に対する批判は彼をコミュニストたちと対立させ、サルトルと絶好するに至った。彼の著作のヒューマニズムは歴史の最悪の時期における、 経験の中で鍛えられたものであり、この意味で彼は20世紀の最も高いモラルを体現した人物の一人である。日本で活動するタレントのセインカミュはジュ孫にあたる。1913年、フランス領アルジェリアのモンドビ近郊に生まれる。チチルシアン・オーギュスト・カミュは農場労働者であったが、19世紀初め彼の祖父がフランスからアルジェリアに渡ってきた。チチルシアンは、 スペイン系の大家族の娘であるカトリーヌ・サンテスと結婚、リュシアンとカミューの二人の息子を設けている。しかしカミューが生まれた翌年、この父はマルヌ海戦で戦死した。以後母と二人の息子はアルジェ市内のベルクール地区にある母の実家に身を寄せた。この家には祖母の他に叔父が一人同居していたが、聴覚障害のあった母親も含め、 読み書きできる者は一人もいなかった。カミュはこの家で貧しくはあったが、地中海の自然に恵まれた幼少期を過ごした。1918年に公立小学校に入学。貧しいサンテスケでは、もともと高等学校へ進学する希望はなかったが、この学校の教諭ルイジェルマンは、カミュの才能を見抜いて、彼の家族を説得し、おかげで1924年に、 奨学金を受けながら、アルジェの高等中学校、リセビジョンに進学することができた。リセ時代の神はサッカーに打ち込み、時にアルバイトなどしながらも、比較的優秀な成績をとっている。しかし1930年より、結核の兆候が現れやがて確決、病院を退院後もしばらくおじの家で療養生活を送った。この結核は囲碁障害を通じて、 カミュの健康を脅かすことになる。また、リセ時代にカミュは、リセの教員ジャングルニエと出会っており、彼の著書、孤島やアンドレドリ賞の苦悩などに触発されながら、文学への志望を固めていった。グルニエとは卒業後も、書簡を通じて、交流を保ち、後に、グルニエは、階層アルベールカミュを表している。1932年、バカロレアに合格し、 アルジェ大学文学部に入学、在学中の1934年、カミュは、眼界の娘であったシモーヌ家と学生結婚するが、これをきっかけに結婚に反対していた叔父と疎遠になり、カミュは、アルバイトや家の母親からの支援を受けながら、学生生活を続けた。しかし、奇凶で派手好きなシモーヌとの生活はやがて破綻し、後に離婚に至ることになる。カミュは1935年に、 グルニエの勧めもあって、共産党に入党している。神は、共産主義の思想自体にはそれほど共感を寄せていなかったが、党の文化活動の一環として、劇団、労働座の創設に関わり、アンドレ・マルローの、部別の時代を本案支舞台に挙げるなどした。しかし、党幹部とアラブ人活動家たちとの間で板挟みになり、最終的に党から、除名処分を受けている。 1936年5月、学位論文、キリスト教啓事上学とネオプラトニズムを提出し、アルジェ大学を卒業。1937年5月には、諸女作となるエッセイ集、裏と表を出版するが、生活の安定のため12月から、アルジェ大学付属の気象学、地球物理学研究所でデータ整理の職に就く。1938年、 パスカル・ピアに誘われ、人民戦線よりの新聞、アルジェ・レピューブリカンの記者となり、冤罪事件や植民地経営の不正を暴く記事を書いた。並行して、違法人の原型となった小説、幸福なしを書き上げるが、これは完成度に不満があったため出版を見合わせている。1939年、第二次世界大戦の開始に伴い徴兵を志願するも、 健康上の理由で拒否される。戦争開始前後より、カミュはソワールレピブリカン市場で当局の厳しい検閲を受けながらで平和主義を唱え続けており、1940年、このために同志は発行停止処分となった。同志から責任を問われ解雇されたカミュは、しかしまたもパスカル・ピアの助力でパリソワール紙の編集部に雇われ、ここで 印刷関係の仕事をしつつ、その傍らで不条理をテーマにした三部作、違法人、シー・シュポスの神話カリギュラを書き進めていった。1940年、ナチス・ドイツにより、パリが占領されると、パリソワール紙編集部の移動に伴って、自由地区のクレルモンフェーラン、ついでリオンへと移り、占領体制下の1940年12月に、同地にて、 オラン出身の女性フランシーヌ・ホールとの婚姻届を提出した。しかし、物資の不足と読者の減少から、パリソワール紙でも人員整理が進み、失業した神は、妻の実家の歩き北アフリカのオランに一時身を寄せた。この地で、前述の三部作を完成、さらに、ペストの執筆に着手するが、1942年に、拡血し、療養のため塞いで、 フランス自由地区シャンボンシュールリニオン付近の小村ル・パヌリエに移る。そして6月に小説・異邦人、12月にエッセイ・シー・シュポスの神話を刊行した。1943年からは、非合法師、コンバの発行に関わり、また占領下のパリーで、サルトル・ボーヴォワールらとも知り合い信仰を深めている。1944年8月のパリ解放後は、 それまで地下発行であったコンボを交換指導士の編集長となった。なお同士で神は対独協力派に対しては厳しい姿勢をとり、極刑もやむなしという意見を示し、寛容派のフランソワ・モーリアックと対立したが、後に自説を修正し死刑には反対するようになる。終戦前後にはまたカリギュラ5回が上演され、1946年には、 アメリカのコロンビア大学に招かれて講演を行い、現代に蔓延する物質崇拝に警鐘を鳴らした。同年、ガリマール社の企画審査委員会のポストにつき、ここで当時無名だったシモーヌベイを発見し、彼女の総称企画永久反抗論に影響を受ける。1947年、極限状態での市民の連帯を描いた小説、ペストを観光。 復興期のフランス社会で幅広い読者を得てその文明を高めた。しかし、1952年に刊行されたエッセイ、反抗的人間は、気与法編を受け、特にサルトルは一切の政治的暴力を退りける、その反抗の論理を革命へと踏み出さない曖昧な態度だとして徹底的に批判した。さらにカミューは、故郷で起こったアルジェリア戦争に対しても、 フランスとアラブの共同体という考えを捨てきれずに曖昧な態度をとって批判を受け、これらによってフランスでの彼は次第に孤立を深めていった。1956年現代人の二重性と罪の意識をテーマにした中編転落を発表、翌年6編からなる短編集追放と王国を発表した。同年彼の この時代における人類の道義心に関する問題点を明確な視点から誠実に照らし出した彼の重要な文学的創作活動に対してノーベル文学賞が贈られた。当時カミューは四十三歳であり、これは戦後では最年少の受賞である。しかしアルジェリア戦争をめぐる政治的態度やサルトルとの論争で左右両翼やアラブ人からも非難を浴びていたカミュへの受賞に対し、 当時のフランスは冷淡だった。カミューの墓受傷後、カミューはプロバンス地方の田園地帯ルールマランに家を構え、しばしばパリとの間を往復する生活を送っていた。1960年、友人ミシェル・ガリマールが運転する自動車でパリに向かう途中、ヨンヌ県ビルブルバンにおいて立ち木に衝突、助手席のカミューが即死、ガリマールも手術中に死亡した。しかし、 後部座席に登場していたガリマールの妻子は怪我だけで済んだ。当時の報道ではスピード超過や運転していたガリマールの転換の発作、それに一層可能性が高いものとしてタイヤのパンクが指摘されているが、イタリアの大学人であるジョバンニカテッリは2011年にコリエ・レデラ・セラで KGB によって暗殺されたという説を発表した。これは神が フランティアーが見で発表した記事において、1956年のソ連軍によるハンガリードーラン弾圧でソ連外相ドミトリー・シェピーロフを非難したことから、シュピーロフが KGB に暗殺指令を出したというものである。作家のルネ・エチアンブルはずっと調査してきて、このファセル・ベガが棺であったという証拠を握っているが、私の記事を公表したいという新聞は探したものの、 見つからなかったと発言している。執筆中であった自伝的小説、最初の人間は未完となった。カミュはその思想的な近さから実存主義者に数えられることがしばしばあるが、カミュ自身は実存主義との関係をはっきり否定していた。シンシュポスの神話の中でも、キルケゴール、シェストフ、ヤスパーすら実存主義哲学者の名を挙げ、 その思想が不条理から発していながら、最終的に不条理の世界から飛躍し、理性の否定へと向かってしまう、哲学上の自殺だとして批判している。カミューによれば、不条理という感情は単にあるものの感覚や、印象の見当から生じるものではなく、馬鹿げた計画と明白な現実との比較、理に合わない結果と当然予想される結果との比較というように、 事実としてのある状態と、ある種の現実との比較から、ある行動とそれを超える世界との比較から、紛失してくるものであり、従ってそれは、人間の中にあるものでも世界にあるものでもなく、両者の共存の中にあるもの、両者を結ぶ、唯一の絆である。そして、神は自殺を不条理な運命を見つめない態度として退りけ、逆に、 不条理を明晰な意識の下で見つめ続ける態度を反抗と言い表し、それが生を価値あるものにするものだとして称用している。反抗的人間で神は、この反抗に対する考察をさらに深めていく。反抗とは、例えば長く虐げられてきた奴隷が突然主人に対して稲を突きつける態度である。この時この稲には、これ以上は、 許すことができないという境界線の存在が癌にされている。つまり境界線の外側のものを否として退りけ、内にあるものをダクとして守ろうとすることであり、言い換えれば自分の中にある価値に対する意識である。そして不条理の体験が個人的な苦悩に終わるのに対して他者に対する圧迫を見ることからも起こりうる犯行は超個人的なものであり、そこから連帯が生まれる。 また、反抗的人間では、かなりのページを割いて、革命を中心とした歴史の記述に当てられており、そこでは、無垢への教習であるところの反抗から起こった、あらゆる革命が、必然的に自由を縛る恐怖政治と、全体主義へと変貌していく様子が考察される。しかし、革命に必要な政治的暴力を批判する、カミュのこのような態度は、常実のように、 サルトルとの間の論争を呼び起こすことになった。論争の直接のきっかけは、フランシス・ジャンソンが、サルトルの雑誌、レタンモデルヌに、反抗的人間に対する、批判的書評を載せたことで、これに対してカミューが、サルトル宛に反論、さらに、ジャンソンとサルトルが反論するという形で起こったが、ここでサルトルは、カミュの思想を曖昧な態度とみなし、彼がモラリスムに陥り、 美徳の暴力を振るるる。っててていいとしし徹底的に批判しているこの論争では、カミューの文章が文学的な曖昧さを持つこともあり、論理の明晰さにおいて、サルトルの方が優勢なのは明らかだが、カミューの思想も、また革命や、党派性の限界を示すものとしてその意義を失っていないばかりか、左翼革命の幻想が継い得た今日ますます価値を高めている。ありがとうございます。